はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりにゴールデンタイガーさんにお邪魔しております。こちらね、ゴールデンタイガーさんといえば僕の動画でも何度もお世話になっておりますし、大好きなねラーメン屋さんでして、このお店の、まあ、名物というか代名詞のメニュー TKM という卵かけ麺のね、まあ SNS でもね有名なメニューがあるんですけれども、本日はそちらの TKM 茹で前で2キロご準備いただいております。で、生卵も10個で、プラス本日はですね、大きい TKM をねただ食べるだけではなくて、こちらのねゴールデンタイガーさんにはいろいろなトッピングが販売しておりますので、各種ですねトッピングをいただいて、まあ、相性なんかも確かめながらですね、僕おすすめの TKM を最後にですね皆様に発表できればと思っております。で、もう早速ですね、麺の方は投入されておりまして、もうすぐ出来上がると思いますので、こちらのこの2キロの TKM が完成するまでもう少々お待ちたいと思います。ということで本日ですね、いただきます茹で前で2キロ、もう何人前かわからない超巨大なこちら TKM 完成いたしました。いや、もうめちゃくちゃうまそうなんでね、もうとにかく早速ね出来たてをいただきます。ひとまず今日もせっかくなんでね、ちょっと麺だけでまずいただきます。やっぱね、そもそもゴールデンタイガーさんは麺がうまいの。なのでつけ麺とかね、ちょっと TKM 頼んだ際にはこう混ぜたりつける前に一回ね麺だけで食べてほしいですね。この麺が本当にうまい。せっかくなんで卵ね全部割らせていただいて、皆様こちらがですね全て混ぜ切った TKM でございます。いかがでしょうか。よっ、この麺たまんないね。うう、めっちゃ久々っすねこれ。むしろ最近はあのつけ麺とかがあの撮影来ても食べてたんで、TKM も結構久々かも。うーわ、うめえでな。ゴルタイさんの麺は締めるとね、ほんと噛むと歯が弾き返されるぐらいの弾力と、つるっとしたこの喉越し、いくらでも食えちゃう。うめえ。うまただですね、ちょっとうますぎて調子乗ってるとトッピングを試す前に麺だけなくなってしまう可能性がありますので、せっかくですね今日いただいたトッピングをいろいろと試したいと思います。まあまずはね、これ肉増しさせていただいたチャーシューと、ちょっとこれですよこんなの絶対うまいな。うまっ。あ、うめえ。やっぱこれバラ肉なんでね、このバラの脂がさ、この背脂がここに絡むとまたうまいのよ。
ちょっと動画の最後にあの一番のトッピングを発表しますって言ったんだけど決められる自信がない。あーやばいなこれ。そしたらね、続いては有料トッピングというよりかは、まあ、通常ね、この TKM はレモンとね、カツオの2種類から選べまして、ひとまずこの、まあ、カツオをあえてと、で、そこにですね、こちらのちょっとわさびをあえるとこれがうまいんすよ。うん、うん、うまうまうん、比率間違ったっすね。麺の方が先になくなりそうなんですけど続いて海苔で行きましょう。うん。あっと、うん。海苔もね、めちゃくちゃうまいの。めちゃくちゃうまいんだけど、前にね、一回試した時にパリパリのまんま吸ったから、前回ほんとここでベタってくっついて、しっかりつけてしなしなになるぐらいこう染み込んだ後のね、この海苔合わせ最高にうまいです。でこのね、海苔の磯の香りがねいいですわ。うん、まあ、トッピングはですね、今日の限定も含めて1,2,3,4,5個余ってるんですけど、ちょっとね、麺が多分ね、もう半分ない。ちょっとこのペースだと全部食べせないんで、一口ずつね、一回試してみたいと思います。ちょっとまずこれ、キャベツだね。これがね、甘くてうまいんですよ。これがもう知ってるのうまいの。これ好きなんだよな。またこのキャベツはさ、提供する前にちゃんとね、茹でて提供されるので、このあったかいキャベツと冷たい麺こう合わさった時のね、感じがまたうまいのよ。ここでちょっとですね、これラー油なんですけど、特製のラー油でして、このラー油またうまいんですよ。一口で入れる量じゃないですよねそもそもが。うまっ。うん、このね、ラー油めちゃくちゃ好きなんですよ。TKM ね、ベースは結構甘めではあるんで、そこにね、このラー油の辛さとか、このフライドガーリックっぽいようなね、香ばしさの香りがあって、これすっげえ合うんだ。うん、ちょっとこのペースだと全部食べてないんで、一口ずつね、一回試してみたいと思います。いけた。ちなみにですね、あのゴールデンタイガーさんの、まあ、オーナーさんおすすめの食べ方としては、このキャベツにちょっとね、ラー油を垂らすと、この食べ合わせが美味しいとのことなんで、試してみます。これうめえ、うまいっすね。一口ごとにしたけど、ダメだ、無理だ、もう一回いっちゃう。このキャベツの甘みとラー油の辛みと食感と、これ最高に合うわ。
まあもう1位決まっちゃったかも。それでちょっとネギいってみましょうか。うん、あでもネギもうまっ。それこそこれちょっとネギとちょっとねレモン合わせてみて、で軽くちょっとこれねブラックペッパー合わせまして、ネギ塩牛タン的なね、知ってるうまいがこう飛び込んできそう。うん、うんうんうん、これは間違いないわ。てか今のもちろんうまいんだけど、やっぱ何よりもこんだけアレンジしても全部うまい TKM がすごい。シンプルなんだけどなんでこんなうまいんだろうっていうぐらいうまいんでね、久々でテンション上がってるんで、ラスカル過剰表現していただろう思ってる方は一回食べに来てください。で食べに来れない方はあの通販とかもね販売してますんで、そちらでちょっとねご自宅で一回楽しんでみてください。一回食べてもらえれば今日この反応がマジなのがわかると思います。うん、うめ。これ肉感増して、いやこれはいっちゃうよ。今日ね限定の炙りのコロチャがあったので、こちらとねこの塩だれレモンで、うわキャベツラー油ちょっと巻き返しそうな、うま、大満足だな今日も。 TKM がこんだけ食べれて。これであとは一通り食べまして、味玉だけかなトッピングは。うん、うまこれ麺もうほぼラストっすね。ということで、ただいまですね、こんな感じで麺は全て完食させていただきました。これ残ったのがもったいないので、もちろん今回の締めも TKG させていただきたいと思います。ありがとうございます。いきます。はい。今ですね、やっぱこれ卵がすごく多いので、ほぼ残ってたですね、全てのお米を入れていただきました。うわこれですよ、やっぱり締めはね、ここまで食べて T ゲームですから。うめえ。まだちょっとトッピングも余ってますんで、この炙りチャーシューと味玉と半分ラー油で、うわ
うめえんだろうな、ここら辺の子。うまっ。ということでですね、本日はこちらゴールデンタイガーさんの TKM を茹で前2キロということで、並でですね、茹で前 200g だそうで、10人前ですね。本日は完食させていただきました。TKG まで完食させていただいても最高の一杯でございました。で、本題、僕の一番良かったトッピングですね。決めかねるなぁ、これ。もちろんこの TKM、カツオとレモン選べますので、メニューによっても若干こう変わるとは思いますけれども、やっぱり僕がですね、本当にオープン当初から好きなキャベツにですね、本日僕の中での1位にさせていただきたいと思います。ただですね、今回僕の食べ合わせのように一品一品、トッピング楽しむのももちろんなんですけれども、トッピング同士だったりとか卓上のアイテム調味料を合わせて、さらにね、また新しい自分なりの美味しい TKM も作れたりしますし、ご自宅でもね、お店に売ってないようなトッピング自分で用意してオリジナル TKM 作れますので、ぜひお店だけではなくてですね、通販ももちろん、こちらのゴールデンタイガーさん、皆さんも食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらは概要欄の方から詳細を確認してみてください。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。ゴルタイさんのこの TKM についてですね、いろいろとお話をしたいんですけれども、今日はね、この雑談コーナーで皆様にね、お願いをしたいんですよ。だから、ちょっとね、前振りが長くなってしまうと、聞いてくださらない方もね、多いと思いますので、早速、本題に入らせていただきたいと思います。で、そのね、本題なんだけれども、最近やっぱり僕自身もですね、この大食い欲っていうのかな、その意欲がね、増してて、チャレンジメニュー行きたいなとか、もちろんあとは、こう、ラーメンだけではなくて、いろいろなもの食べていきたいなっていう欲がね、かなり強くなってるんですよ。なのでちょっとですね、これ聞いてくださった視聴者様、ぜひ皆様のね、お近くにこんなチャレンジメニューありますよなんていう、そんなね、情報がありましたら、どしどしですね、コメント欄ですとか、まあもちろん何かツイッターとかの DM とかでも構いませんので、ご一報いただけると幸いでございます。でチャレンジメニューだけではなくてですね、動画内でこんなお店見たいなとか、本当にここ行ってくださいでもいいですし、あとは本当に大まかなジャンル、ご飯、麺で、それ以外にもこうもうちょっと絞ったジャンルとかでもいいんですけれども、まあとにかくこんな動画見たいですみたいなね、ご意見とかもどしどしコメント欄等でね、いただければと思います。僕自身今ですね、食べたいものしかないので、どんなものでもね、どんどんと行きたいと思ってるんですけれども、まあ、こんな話してすいません。実際ですね、今の撮影スケジュールが6月の中頃までほとんど埋まっておりまして、で、そっからまた編集してなんだかんだってなって、ていくとですね、そのリクエストいただいた動画がきっと公開できるのはね、7月頃になっちゃうと思うので、なかなかね、僕が行った動画全然公開されないなみたいな、そういう不満を心配を、持たれずにですね、ちょっとコメントをいただいた後もですね、ゆっくりとそんな動画が出るかもと、まあ楽しんで待っていただければと思います。はい、そんな感じでございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。